が止まるかね、投球振り返っていきますと、3回はライトアップスタイルに3者連続三振、それから6回はワンアウト満塁をなんとかしのいで踏ん張りました。ご自身、今日はどんなあたりに一番手応えを感じながら投げていましたか？そうですね、やっぱりまっすぐが良かったので、どんどんまっすぐの仕掛け方が6回もしていきたいなと思います。そして奪った三振は8つ、今シーズン最多です。このあたりいかがですか？そうですね、まっすぐが、自分の持ち味が一番武器だったので、それが有効的に使えて、スピードが8月の3試合につながっています。今日の勝利は8月の3日以来、およそ1ヶ月半ぶりの勝利でしたけれども、7勝というのは2012年に記録した自己最多タイに並びました。この辺りどうでしょう？そうですね、絶対、そこは並べたい、超えたいと思ってたので、まず1つ今日で7勝で並べて、まあ、次の登板で何とか8勝目上げれるように頑張りたいと思います。残り10試合で多くのファンもそのキャリアハイ到達期待していると思います。今日の北海道にも多くのイーグルスファン駆けつけてくれましたけれども、最後にファンの皆さんに一言いただけますか？そうですね、もう残り試合少ないですけど、1試合1試合全力で戦っていきたいと思いますので、また熱い声援よろしくお願いします。以上、今日のリードは浜田義直投手でした。